桜田東京オリンピック・パラリンピック担当大臣が辞任しました。桜田大臣は自民党議員のパーティーで復興より議員が大事と発言していました。今、総理とお会いしまして、辞表を提出してきました。被災者の皆さんの気持ちを傷つけるような発言をしてしまって申し訳ない、撤回させていただきますが、まあ、それだけでは、十分ではないと思いますので責任を感じて辞表を出させていただきました。以上であります。桜田大臣は都内で開かれた自民党の高橋日向子衆議院議員のパーティーで復興以上に大切なのが高橋さんと発言しました。桜田大臣はその後総理官邸で安倍総理大臣と会談し辞表を提出しました。